きます。グリーンスリーブスです。Thank you.
パフェルベンのカノンでした、うん、今日はまあまあの方かなと思います。はい、次に弾く曲は人生のメリーゴーランド春の動く城からです。ジブリのアニメの、テーマ曲ですね、これをオーケストラではなくてバイオリン二重奏の楽譜でそういう編曲で弾きたいと思います。まあ、それをさらにそのファーストバイオリンを弾くんですけど、ファーストバイオリンのパートをちょっと簡単にした、ちょっと難しい音符の方をセカンドバイオリンに移したような、そういうちょっとちょこっとだけ編曲した、そういうものを弾きたいと思っています。見えてるよね。はい。これは出だしいつも失敗するんだけど、出だしの音を確認しない方がいいと。しないでもちゃんと出せるように集中力を高める。でもこれ間違いですよね。この辺かな。これで動いてたんですね。はい、では行きます。春の動く城より人生のメリーゴーランド。聞いて、うん、いいなと思ったんで弾いてるんですけど、はい、行きます。ラストカーニバルです。
ぱい間違えるの、最初からなんかいつも間違えないようなところに間違えちゃいましたね今日は。はい、あと2曲弾くんですが、あとはアニメの曲になります。最初は、マハノプリンセスミンキーモモより、ラブラブミンキーモモを弾きます。これは1982年のテレビアニメのオープニングテーマ曲になっています。それをあの小山真美さんがもともと歌っているのをそれを、バイオリンで弾きたいと思います。はい、それではいきます。魔法のプリンセスミンキーモモよりラブラブミンキーモモ。あ、ちょっと待って、ちょっと音量調整。はい、もう一回いきます。魔法のプリンセスミンキーモモよりラブラブミンキーモモ。ルパン三世愛のテーマをいきます。それは今井美樹さんが歌っているバージョンの歌を弾きます。半分だけ一番だけあります。Thank you.
日の練習は以上になります。